こんにちは、福井教育支援サークルの吉田です。今日は、五年生の道徳・流行・遅れについてお話をします。内容項目は節度節制です。はい、それでは、あらすじです。まゆみは、社会科見学に着ていく新しいジャケットが欲しくなる。お母さんは、新しいジャケットを買ったばかりと言って、聞き入れてくれない。イライラしたまゆみは、自分の部屋に駆け込む。そこで、弟のわたるが欲しい本を我慢していることを知る。 しばらくしてゆ美は渡りの我慢しているという言葉が気になりだすという話ですはい小学校学習指導要領の解説道徳編を読んでみました赤の部分自らを節制し程よい生活をしていくことであるとこの程よい生活ってどういうことかなというふうに考えてみました、えー、そこで節約の反対の贅沢浪費について調べて考えてみたんですけどもまあ え贅沢はですは、ね、心を豊かにするという側面がありますよね、例えば自分へのご褒美とかいう言葉があるぐらいですから、まあ、かといって、ね、どうすぎれば生活を破壊してしまうことになります。じゃあ、浪費や無駄はどうかというと、これは基本的に何も生み出さないことなんですが、振り返ってみて、ね、それが人生の糧になったということもありますね、まあ、つまり、どう越さないということが重要であると。そしててこの基準って 子どもたちというかね、人一人一人一人によって違うんだなというふうに思いました。まあ、そこでですね、授業をどう考えるかということなんですけども、ゆ美と母の対立を取り上げて、まあ、どう超えない贅沢、ね、どう超えない良品について考えさせるというようなね、えー、ことで計画を立ててみました。 はいえー、それででは授業です、えー。最近贅沢かなと思うような経験したことがありますかというところから始めて資料の判読、えー、話のあらすじの確認になるんですけどもゆみさんはどうして新しいジャケットが欲しいのですかお母さんはなぜ反対するのですかとここまで整理をして えー、あなたは真弓さんの意見に賛成ですか、それともお母さんの意見に賛成ですか、理由もつけて考えをノートに書きなさいと、このあたりから話を始めたいなと思いますね、まあ。いろいろ意見出ると思うんですけど、どうですかね、子どもたちはやっぱりお母さんの意見に賛成が多いんじゃないかと思いますね。というのは、新しいジャケットを最近買ったばかりだというのがありますからね、えー、ここで、ね、ちょっと話を贅沢浪費、つまり程よい生活について考えさせようと思うんですよね。 えとまず贅沢についての定義ですけれども、まあ、お金を使うんだけれども、心を豊かにするという良い面もあると、浪費というのは何も生み出しません、これがベースです、ただし、後に必要な浪費だったと思うこともあると、このように定義づけて、新しいジャケットを買うことは贅沢に近いですか、それとも浪費に近いことですかということで、意見を言わしたいですね。 えー、まあ中でね新しいものが出てきたらすぐに買うというのは贅沢それとも無駄というの話し合いえ、つまり程よい生活の基準を考えさせたいんですよね、えー、贅沢か、それとも無駄かと。で何度も言います先ほども言いましたように、これはね、えー、人が決めるものじゃないと思うのでね、ね、えー、十分にここは話し合わせると。もう 教科書の教材文から多少離れて、えー、贅沢って何だろうとかね、無駄って何だろうというような話し合いに持っていきたいですね、その上で、えー、最後にね、贅沢の質疑は良くない、同じように無駄の質疑もよくありませんと、どこで線を引くといいですか、考えをノートに書きなさいというように展開していってはどうかなと思いますね。えー、ちなみにですね、どうしても欲しいと思ったときにね、何日か間を置いて、それでも欲しいかと。 いうふうに考えて、えー、ね、えー、贅沢かね無駄かを判断するっていうよう考え方もあるそうですからねこれはね先生方の経験談を少し話してあげるといいかなというふうに思いますご視聴ありがとうございました先生方の教材研究のお役に立てば幸いです。